ビジネスに役立つ本の概要を1枚の紙と10分の音声にまとめる本を読まない読書家の佐田直樹です本日は堀江貴文さんの書かれました可動力についてまとめていますこの本を読用の目的ですけれどもいくつもの異なることを同時にこなす力をつける秘訣が知りたいと思って読んでいました 約10分にまとめていますのでよろしくお願いします。あなたの貴重な時間を情報を得るために使ってはいけない。オープンイノベーションにより情報それ自体の価値はゼロになる。日本人は修行や下積み、玉開いなど苦しいことを我慢して行う美学が相変わらず好きだ。この本を読んだあなただけでもそんな空っぽな幻想からは目覚めてほしい。 ツイッターで、寿司職人が何人も修行するのはバカと投稿したら大援助した。しかし、僕は未来ある若者が卵焼きを作るのに何年も無駄な時間を費やすのを見てはいられない。情報伝達手段が限られていた時代は、美味しい酢飯をどうやって作ればいいのか素人にはわからなかったし、魚のうまさを最大限に引き出す包丁の使い方は、プロのみぞ知る千倍特許だった。貴重な情報を持つ親方に弟子入りし、 下積みの苦労にひたすら耐えることでしか、それら、伝統技術や情報を引き継ぐことが叶なわなかった。インターネットの出現前は特定の人間だけが技術や情報を独占し、それこそが価値だったのだ。しかし、インターネットの時代では、オープンイノベーションが前提となる。例えば誰かが新しいプログラムコードやツールを作ったのならば、それは公開してしまってみんなで完了したり、 新しい組み合わせを考えたりしてさらに新しいものを作るというのがオーープンンイノベーションだ情報や権利の囲い込みなどは正反対の考え方であるもはや情報それ自体には意味はないこれからは急大前とした業界にオープンイノベーションの波が来るそこではとにかくチャレンジしようという行動力とアイディアを進化させる力が求められる 準備にかける時間は無駄である見切り発車でいいすぐに始めてしまって走りながら考えよう2017年2月4日堀江門祭という六本木の街を舞台にしたフェスを開催した VR や AR という最先端のテクノロジーを紹介したり麻雀や人狼ゲームマチコンといったイベントが六本木の至る所で催され メイン会場ではゲストが30分ごとに怒る怒涛のトークライブを開催した最後は元光源氏の諸星さんが歌まで披露し大成功に終わった2018年を開く第2回には1万人規模でやろうと考えている僕が面白いと思う企画を幕の内弁当のように1箇所に放り込んだ保冷門祭が具体的に動き始めたのは開催の2ヶ月ほど前完全な見切発車でスタートした 今回のホレイモン祭にも準備期間がなくて不安、経験がないので怖いなどといった理由で参加しなかった人も多かった。しかしうまくいかなかったらどうするのか、などという心配をしていたら結果が、計画が実を結ぶことは永遠にない。大事なことは見切れ発射でもいいからやってみること。絶対に完璧なものを作ろうと5年間準備に費やして第1回のフェスを迎えるより、 見切れ発車でも不完全でもいいからとりあえずやってしまって5年間トライアンドエラーを繰り返したフェスの方がクオリティも高くお客さんも集まるものになるだろう準備が足りないからといって足踏みをしていたらいつまでたっても満足いくものはできないのだやりたいと思ったら今すぐやってしまおう多動力を身につけるためにたまることも才能だ 僕のように何百もののことにはまるにはまず一つのことに徹底的にはまってみようバランスなんて考えず偏って極端に多動力とは異なるいくつものことに次から次へとはまる力だではこの力を身につけるためにはどうすればいいか初めからいくつものことに手を出すのではなくまず何か一つのことに猿のようにはまることだ僕はその積み重ねの人生を歩いてきた どんなことでもいい野球でもヒッチハイクでもナンパでも何か一つのことに極端なまでに夢中になればそこで培った好奇心と集中力が他のジャンルでも同じように化かされるまずは何だっていい一つのことを春のようにはまってみようワクワクしない時間を減らしていこう。 そのためにはやらないことを決めることが重要だ。限られた時間しかない人生、いつも多動でいるために一番大事なこと。それは一日24時間の中からワクワクしない時間を減らしていくことだ。嫌な仕事はどうしたって気が進まない。法律も悪くなるし、能力だって発揮できない。そんなものを背負っていたら身軽に、そして大量のプロジェクトを動かしていくことなんて、生きることなんてできやしない。 僕は今ホテル暮らしだから掃除や洗濯などの家事は一切していない。僕が夢中になっているプロジェクトが掃除なのであれば喜んで掃除をする。しかし僕にとって掃除は一切ワクワクすることではない。限られる時間をそんな非生産的なことに使ってはいられない。ワクワクゾ,クゾクゾクしないことは全て他人に任せてしまっている。僕の服装を見ておしゃれしていますねと褒めてくれる人がたまにいるのだが、 実は服選びはすでにアウトソーシングが完了している付き合わない人を明確にしよう自分の時間を生きるためには付き合わない人も明確にする必要があるあなたは他人の時間を奪うことに敏感なのだろうか時は金なりというように 人の時間を使うならば、きっちりと対価を払うべきだ。しかし、世の中には、何の悪気もなく、平気で他人の時間を奪う人がいた。僕のメルマガの日記を読んでいる人は、僕は毎日さぞかし大勢の人と会い、社交的な人間だと思うかもしれない。だが僕は、自分にとって面白い人としか会わない。つまらない人、うざい人、そして電話をかけてくるタイプもそうだ。 自分の時間を平気で奪うような相手とは意識して距離を取る大事なこと原液を作るのに必要なもの、それは強要だ太い幹となる強要があれば枝葉は無限に述べていく原液を作るようになると言ったはいいが 闇雲に走り回っても現役になるものは作れない。では、いかにしたら現役を作れるようになるか。それは、教養を身につけることだ。教養とは表面的な知識やノウハウとは違い、時代が変化しても変わらない本質的なことを言う。僕は疑問に思うことは、とことんまで徹底的に掘り下げる。2006年、いわゆるライブドア事件で、東京地検特捜部に逮捕された。 マスコミが世論を煽り、明らかに僕をターゲットとして検察が動いた。そこに不可解で理不尽なものを感じた僕は、検察という組織をその歴史から海外事例に至るまでとことん調べ上げた。これこそがまさに教養を得るということだ。まともな質問をできない人が多すぎる。 いい質問をするためには自分の中で論点や疑問をきちんと整理していかなければならない質問力はビジネスパーソンにとって必須の能力だ何でも聞けばいいしかしメルマガで毎週 Q&A コーナーをやったりトークイベントで質疑応答を受けていると質問力がない人が多いことに驚く漠然としたざっくりとした質問には漠然とした答えが出しようがないし 前提条件がはっきりしない質問は回答不能だ質問力というのはビジネスを進める上で必須の能力だ質問が下手であれば本質的なアイデアを引き出す引き出すこともできず相手も自分も無駄な時間ばかりを過ごすことになるここでは思いつくまでに質問力がないダメな例を過剰書きに列挙していこう自己チェックしてほしい1 FAQ、FA よくある質問への回答レベルの愚問を何度も聞いてくる。2. 論点がごちゃ混ぜになっている。3. 前提条件がはっきりしない。4. 不要な情報をダラダラと説明する。5. 答えてほしい内容がすでに決まっている。列挙するとキりがないのでこのあたりにしておこう。質問力を上げるには、明確に簡潔に聞きたいことだけを聞くを心がけるといいだろう。 いい質問ができなければいくつものプロジェクトを同時に高速で動かすことはできないよく寝るは基本多動力を発揮するために睡眠時間を削るのは本末転倒だよく寝てこそ超人的なスケジュールをこなすことができる僕の超人的なスケジュールを知っている人が皆口を揃えて言うことがあるそれは堀江さん 体が強いですねということだ僕がなぜ周りから見ると超個人,人的超人的なスケジュールをこなせるのかそれはシンプル十分な睡眠とストレスのない生活だ僕は最低でも一日6時間は必ず寝てるようにしている睡眠時間がそれ以下になると日中眠くなって仕事の効率が落ちるためベッドで8時間寝るのが望ましい これ以外にもいくつもの異なることを同時にこなす力をつける力というのが具体的に紹介されておりますので一度読んでみられることをお勧めします。今日は以上で終わりりまます。どううもありがとうございました。